はい、皆さんこんにちは、ムンです。デッドバイデイライトをやっていこうと思います。さあ、またレベルの方が上がりまして、パークの方がね、3つつけれるようになりました。まあ、前回までね、つけていたのと同じパーク2つと、今ね、この宝箱が明るく映っておりますけどもね、こういう風に見えるようになるパークの方をつけております。まあ、そのね、アイテムボックスの見える範囲がね、より広いパークになっておりますので、より広く見えるようにね、レア度がちょっと高いパークつけております。前回もね、一回つけていたことがあるんですが、その時よりも広くなっております。さて、今回殺人鬼がなんか音しないですね。チェーンソーとか、あと罠も見当たんないような気がするし、おっと、もしかしてあいつかナースの声もしないから、もしかして白い顔のあいつかもしれないもしそうだとしたら初登場になりますね。私の動画ではね、初登場になります。何回かね、対戦したことはあるけど、非常に私は苦手な、もしかしたらブギーマンかもしれません。さあ、どうかな。でもそんな気がしますね。全然音聞こえないんでね。まあ、そのブギーマンというね、殺人鬼がどういう特徴の、持ち主かというのはちょっとね、説明というか、ウィキかなんか載ってるやつをちょっと拝借してテロップ貼っておきましょうかね。はい。まあ、ぜひちょっとそちらを見て、知らない方はね、どういう殺人鬼かというのをご覧ください。おっと、来ましたね。 OK。さあ、ここがついたんで殺人鬼が来るかもしれない。全然しかし姿が見えませんな。さあ、だいぶね、おっと、ちょっとここのサーバーね、少しなんか瞬間移動してしまうんですけど、大丈夫かな。もしかしたら私にとって有利に働いちゃってる可能性もあるんでちょっと私が警戒したらなんかみんなみんなすごい警戒してるな。なんだ、真似してんのかなおお、来た。やっぱりブギーマンだ。今のがブギーマンですあー、後ろで切られてる音がする。怖い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 。今全然心音がしなかったですよね。はい。なんかね、段階があるんですけど、なんか、ブギーマンってどうやら、ストーカーみたいなんですよね。映画の、ハロウィンっていうホラー映画、有名なね、ホラー映画があって、それの殺人鬼がブギーマン。ああ、怪我してる。逃げてきたんだ。まだかな。大丈夫なら直そうか。あ、オッケーオッケー。二人で直せば早い。そうで、なんかその、妹のなんかストーカーとかなのかな。はい。ちょっと私もね、そのハロウィンっていうホラー映画を見てないんで、わかんないんですけど、なんか、のストーカーで、で、その、このデッドバイデイライトのと、コラボで殺人鬼としてなんか、ダウンロードコンテンツで登場したみたいなんですけど、
まあ、ストーカーなんで、そのじーっとね生存者を見つけてじーっと、ちょっとそうじーっと見るとなんかその段階があってなんかパワーアップするみたいなんですよね。でその一番最初まだパワーアップしてない状態だと、うわ急に来た声あの今のように相当近くに来ないと心音とかしないんで気づかないんですよね。おお見てなかった、危なあ、危なあ、危なすれ違ったけど分かんなかったみたいですね。見てなかったですね。よし、さあここで宝箱で拾ったこのちょっといい救急箱ね、メリキット、よし、 OK、 自己治療できるっていいな自己治療のパークがまだ来ないんですよあー怖。そう、それでなんかその3段階目で、あ、なんだっけな、1段階上がると足が速くなるのかな。で生存者からするとその心音はちょっと遠くから聞こえるようになるみたいですね。来てる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 、怖っオッケーオッケーオッケー、直そっか、オッケー。ああちょっとあのブギーマンがその本当近くに来ないと分かんないっていうのかなり怖いんですよ。すごい警戒するんで、このねスキルチェックが失敗しがちになるのはすごい分かる。みんなすごい失敗してるからで3段階目最終段階まで来る。おお今説明してんだよあなたの。よし、 OK。 さあこのなんだ、コーン畑かな、この草むらで撒くぞ。大丈夫か、どうだ、なんだっけ、3段階目ね、3段階目まで来ると、その3段階目というのは制限時間があって、通常だと2回切りつけるなり殴るなりねしないと生存者を倒すこととかできないんですけど、ブギーマンの3段階目になってる間は一撃で倒すことができます。はい、なので非常にね3段階目は危険ですね。そので3段階目のその制限時間が来るとまた音がするんで、それまでね近づかない方がいいんで、あのああいう風にね吊るされたりとかしてると、あのちょっと近寄るのが難しくなってきますね。まあそんな感じです。はい、結局私が知ってる範囲のことは説明しちゃったないやー本当危険なんで、なんかねそのブギーマンはそのギリギリまでね2段階目とか3段階目まで貯めておいて、ここで一気にやれそうだっていう時に、あ、OK、助けた、おー、いいね、あ、みんな来てた、あ、なんかこれすごいみんないいですね、助け合いが、助け合おうっていう気がみんなであるみたいなんで、よかったですね。あ、これは2人までか、OK、じゃあ私はちょっと、おお、スキルチェック失敗しまくってるな。まあまあ、でもなんかお互い様って感じで、少し気が楽になりますけどね、それはそれで。おっと、あそこにいるぞ。あそこにいるぞコーン畑、向こうの方に歩いてったな。向こうにあるもんね、発電機。残り。あと2つか。でもなんとかなれそうだな。みんな、元気だし。あそこに発電機あるな。やっぱ壊されてますね。慎重にね、ここまで来ましたけど、なんとか会わずにたどり着きました。よし、さ
さあ来ました、ドワイトも来ました。あ、ドワイト兄弟が来ましたねよし、さあこの2人結構来てるぞ来てるぞ、気づいてないな、来てるぞバーンバーンって2回なってましたね2人ともびっくりしたんじゃないさあその隙にこちらも直そっか。もしかしたらこ、来てるよ来てるよ、ドワイトがずっとねくっついてきておりますが、再び戻ってまいりました。さあ結構なかなか進まないですねスキルチェックね失敗すると少し戻されちゃうんでねすごいな、こんなにスキルチェック失敗してバンバン鳴らしてんのもこんなに多いの初めてだな。ここにもあった、近いとこに結構みんなあるから、ちょっとずつみんな動かして、ここのコーン畑のやつと、あともう一箇所をなんかつけるっていうつもりで、他のところはダミー的な感じで少しずつ動かしていくみたいな。おっと、そういう風にして惑わしていく方がいいかな。でもあそこが完全に本命と思われてそうな感じだけどね、進み具合的にも失敗してるね、そこでもやろうと思ったんだけど来てる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 よやばいな、もうでも完全に絞られてますよね、多分この4つのうちどれかだろうとは見当がつけられはする。しかも割と距離近いから監視はしやすいと思いますが、ここちょっとな危険だな、あそこは無理にやんない方がいいな。またちょっとぐるーっと回って戻りますか。さあ再びここに戻ってきた。ここかあのコーン畑の中のやつ、どっちか本命って感じかな。オッケー、ビッグさん、さあ頑張ってつけよう。うん、やっぱりこっちかあっちだね。なのでちょっともう一個のすぐそこにあるやつ少し回しておいて、あんまり絞られるのもあれなんで、こっちも少し動かしておいて、あ、やっぱ行き来してるね。あれ見てる、あれ気づかなかったのかな。さあ着いた着いた、あれチラッと見たけど来なかったな。おお鳴らしたね今日はみんな失敗するな。さあ結構あそこもいい調子で行ってるんで、多分戻ってくるんじゃないかな。 OK で、コーン畑のやつを動かそうかな。少しね手分けしてやんないと絞られちゃうんでね、3人とかでやった方が確かに早いんですけど。あ、来てる。あ、でもなんかこっちには来ない、なんか覗いちゃいるけど見てるなあれでもなんか大丈夫だなと思ってんのかな、気づいてないかもしれないですね。それかもうつけさせて走っていくのを3段階目に持ってって切りつけるような感じにしようとしてるのか、それとももう諦めちゃってるかな、もう気持ちが慣れてしまったかな、どうだろう。あー、なんかもう慣れちゃってるっぽいな。 OK 着きました。なんかもう倒すつもりがなさそうだよし、じゃあそこゲート開けましょう。よし、オッケー。
結構どっちも出口近いから来てもおかしくないですけどね。どうなんだろう、なんかずっとこれ髪変だな私のその後ろで言ってる髪が言われてる。さあみんなあれかな、少しポイント稼ぎな感じで遊んでいく感じかな。じゃあちょっと私は今日はねすんなり帰ろうと思います。さよなら。はい、ということで、初のね、ブギーマンということで、なかなかの白い顔が怖いですけどもね。はい、ということで、今回ね無事生還できましたということで、またですね、だいぶ慣れてきたんで、あ、そしてこのちょっといいメディキットも持ち帰れたんでよかったです。はい、ということでまたね次回も頑張っていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日を。あ、みんな遊んでんな。